はい。はい。ナナボさん、私ガチゲーなんて消えてないですよ、本当に。嘘なんですよ、これコメント。何の話？私ガチゲーとかしてないし、あの匿名コメントで嘘の発なんですよ。じゃあ後で録画確認していい？はい。なんで声ちっちゃくなってんの？本当に怒ってないの？ガチゲーとか余計なこと言ってない？何も私配信とかで何も言ってないです。本当に？はい。じゃあ頼むよ、気をつけてね。なんで何もしてないんですけど。だから何も言ってないんでしょ？俺の話もしてないんでしょ？してないです。全くしてない？だって配信自体してないです。そのラブメロに嫌がらせしたの？いや、あのリプライっていうか DM でなんか嫌がらせっていうかちょっと DM したぐらいです。なんて送ったの？いや、なんかナボーさんに会われたらなんかショックですみたいなことは正直送っちゃいます。何？なんて？なんかナボーさんに会われたらショックですみたいなことは送っちゃいます。もう一回言って聞こえないんだ。なんか、あ、もしもし、なんか DM で、うん、なんかナボーさんに会われたらなんかちょっとショックですみたいなのを送っちゃってます。ナオさんに何？会われたら、ショックレスみたいなことは送っちゃいます。ナオさんに会われたら、じゃなくて、何？はっきり喋って。あ、だから、なんか、ナオさんに会わないでほしいみたいなことは、まあ、会わないっていうか、会われたら嫌だみたいなことは言っちゃいます。なんでそんなこと言うの？あ、すいません。そういうことするんだ、ユリアちゃん。あ、すいません。あー。そうなんだ、ユリアちゃん。やっぱりまだそういうことするのね。あ、もうしないです。あー、もう分かったよ、ユリアちゃん。そういうことするんだったら。うん、もうしないです。しない？はい。うん。絶対しない？しないです。約束する？はい。オッケー、分かった。じゃあもう次が最後だよ。あ、分かりました。うん。はいよ。じゃあね。あと私、そんな、配信です。いやー、ダメだよ、そうやって。まめこさんにもやってた？それも聞いてみるわ。もしもし、ごめんね。はい。なんかさ、まめこさんにもさ、リプ送ってたみたいじゃん。ほんと？なんかリプライってなんか、なんて送ったの？なんか焼き餅みたいな感じで。いや、なんか焼き餅じゃなくて、どういう内容で送ったの？なんかナボーとなんか仲良くされたら辛いですみたいな感じで。あー、もうそういうこと言ったんだ。すいません。あー、もういいや、ゆりちゃん、分かったよ。じゃあ、いや、もうダメです。まめこさん、いや、もういいです。もう、謝ったりとかしなくていいから、もう、僕は関わりません。もうしなくてもダメですか？いや、だってもう、二人にやっちゃったんでしょ？ラムメロにも。一応、その、リプライは消したんですけど。いや、それは俺にバレないように消したんでしょ？いや、そうじゃなくて、やっぱり、やりすぎたかなと思って消したんですけど。じゃあもう無理だわ、ゆりあちゃん、ごめんね。いや、嫌です。嫌だ？いや、嫌だ。じゃあもう次は気をつける？次は絶対しない？もうそういうことしないです。本当にしない？約束できる？はい。じゃあ分かった、これ最後のチャンスね。あ、はい、すいません。はい、じゃあね。はい。まあ、やんないって言ってるから、本人もやらないって言ってるからさ、まあ、これでいいんじゃない？もう何？マジで。あれ、もしもし、何？もうなんか、もういや、もうさ、今さ、楽しく放送してんのよ、こっち。邪魔しないでよ。いや、なんか、邪魔しないで。邪魔しないで、俺の。あ、邪魔しないで。さ、次はほんとしないから、信じてほしい。なんて？いや、なんか、迷惑かけちゃって。何？迷惑かけちゃって、すいま？あ、すいませんです。なんか、その次、もう、約束守る、信じてほしい。なんて？語尾がちっちゃいのよ。約束守れないけど、すみよって何それ。ちゃんと最後まではっきり喋って。いや、なんか約束守るの信じてほしい。だから信じれないよ、もうずっとやってんだから。それいや、でももうしない、うん、もう絶対しないのね。じゃ次やったらどうする？いや、もう やらない。じゃあもうやらないじゃなくて、次やったらどうする？次やったらもう自分で決めて。そう、みんな迷惑してるし、俺も迷惑してるんだよ、そこは。いや、もう しないです。いや、しないですじゃなくて、次やったらどうする？逆にどうすればいいですか？もう今後二度と関わらない。うん。なんで、そういう約束するから、信じてほしいんです。あ、もう次や
やったらもうナーボーと二度と関わりませんって言って、次やったらナーボー関わります、関わりますに聞こえんのよ。だからもう一回ちゃんと、ちゃんと言って、言います、次やったらナーボーさんと二度と関わりますに聞こえたから、もう一回ちゃんと言って、だから、次やったらナーボーさん二度と関わらないです、すいません、噛んじゃって、もう一回ちゃんと言って、噛まないで、聞こえてないです、いや聞こえたけど、もう一回ちゃんとはっきり言って噛んじゃったから、だから次そういうことしたら、どういうこと、どういうこと、どういうこと、だから要はその、なんか他の人になんか変なリプライという、あれですね、なんか DM したりとか、そういうのしたら、もう関わらない、そういうのをそういうの送らない、そうです、ね、だから、俺のとつまちとか、イベントだったりとか、リアとつとか、なんか料理とつまちとかはね、全然来ていいからね、そうだから、そこもできなくなっちゃうんだよ今後、ね、そうやって周りの配信者にナーボと関わるなとかさ、そういうのいちいち送ると、そうですよ ね、どんどん自分の首絞めちゃうからね、今度はやめてね、すみません、約束守ってね、はい、以上です。ライブはいいんですか、だからいいって言ってんじゃん、いいって言ってるけども、今後なんかそうやって邪魔したりとか他の配信者にやったら、もうイベントとかリアトツとかもちょっと制限させてもらうよこっちは。ああ、そうです、大丈夫、分かった、分かりました、気をつけてね、すいません、はい、じゃあね、本人もさ、分かったみたいだから、すごい深く反省してた今、反省したふりじゃないよ、信じることから始めないと、あ、モグゴリは出禁なのよ、そう、モグゴリ自体が多分もう出禁扱いになってんじゃなかったっけ、モグゴリ明日俺モグゴリ誕生日だから出るけど近かったっけ、あ、俺が出禁にしてるんだっけ、覚えてねえわ、いじいつだ、モグゴリは多分来れないかもしれない、残念だけど、次は DM でやる、 DM でやってもバレると思うよ、俺に送ってくるから、みんなユリアちゃんからこういう DM が来たよっつって、反省したら何度もストーカーで逮捕されないよ、いやだから今頑張ってそういうストーカー行為も直そうとしてるんだからね、信じてあげようよ、彼女だってそのストーカーっていう病気と今戦ってるんだから、君たち攻めすぎ、お前完全に油断してるのか、ガチで言ってる、お前は、お前らは何も知らないんだよ、俺が最善策を取ってることに気づいてないね、ここで完全に遮断したら彼女が何するか俺は予想できてるから言ってんだよ、ここで、はい、もう僕と連絡取れないようにします、こうします、ああしますっつってやることによって暴走するんだよ、だからこっからここまではいいよっていうところを作ってあげて、その範疇にいててくれればいいの、それはそれで面白いだろう、面白くない放送できなくなっちゃうから、お前もう真剣に警察に頼るなよ、ストーカーの廃止をネタにしたからな、いやいや頼るよ、本当にやばい時は警察に頼るよ、だからそういう風にならないように上手に扱おうと思ってるだけ、でもそういう風になっちゃったら警察に頼んないと、逆に警察に頼んないと迷惑だからね、じゃあブスって刺されるとすんじゃん俺が、でブスって刺されて血出てる時にね、いや警察には迷惑かけたくないんで110番通報しません、これ迷惑だから逆に、お前刺されて血出てんのに110番通報しねえってどういうことってなっちゃうから、刺されたらさすがに110番通報させてもらいますよ、いやてめえストーカーをエンターテインメントにしてんじゃん、う、じゃあもうそれでいいわ、じゃあ僕は悪い大人です、僕は悪い大人です、ストーカーをエンターテインメントとして使ってます、僕は悪い子です、悪い大人です、悪い大人、悪いもです、そう思うならマジで関わりを立った方がいいよ、ねお前さ男か女か分かんないけども、ストーカー案件悩んでる女の子に絶対同じ言葉言うなよ、俺だから別にいいけども、女の子に絶対言うなよそれ、同じ言葉を絶対なんか知り合いの女の子とかに言うなよ、知り合いの女の子がストーカーで悩んでるってなった時に、同じような俺と同じような選択したとしても、その女の子にそういう言葉かけちゃダメね、分かった、そう俺にはいくら言ってもいいけど、ナーボーが傷つくならいいけど他の人が刺されたらどうすんの、お前の中途半端な行動のせいで、じゃあ俺に正しい選択を教えてほしい、俺に上手な正しい選択を教えてほしい、もう教えてよ早くね、早く教えてよ、どうすればよかった、イベントで暴走したらどうする、いやだから、だからそんななんか、もしイベントでとか、もし何々でとか言ってね、なってからじゃないともう無理なの、対応できないのよ、だからもうナーボーはそう放送すんな、
外に出るな、何もするなが言いたいんでしょ結局。うん、そうやって俺のことさ、いじって楽しんでるだけでしょ。なってからじゃ遅いじゃなくて、未然に防いでんだよこれが。そう、未然に防いでる行動じゃないって思ってる人間の方がもう終わってる、正直。分かってないんだよ。俺は経験してきたものと実際起きたものとかを全部頭に入れてこの行動を取ってるからね。な、ここでじゃあユリアちゃんの LINE をブロックしたらどうなるかっつったら、毎日のようにインターホン押しに行くんだよ。そう、インターホン押すまではセーフだから捕まんないから。で、接近禁止命令出して、2時間、3時間、4時間、5時間、ずーっと警察署に俺は、ね、1日1回、ね、通わないといけなくなるんだよ。で、それで、じゃあ、捕まえられるかって言ったら捕まんないんだよ。もう俺全部やってきたの。じゃあ俺が引っ越したら他の配信者守られんの？守られないですよ。同じこと繰り返してリプライは送りますよ。解決策あるんだったら言ってみてくださーい。言ってみて、解決策あるんだったら。ユリアを彼女にする？そのもうさ、バカなんじゃないの？じゃあ、彼女にしたら、余計、ね、女の子のコメント読んだら、そのアカウントにリプライ送るでしょ？じゃあ、ラブメロちゃんとコラボしますってやったら、ラブメロちゃんにリプライ行くでしょ？何の解決策にもなってないじゃん。入籍も何もかもが。バカの発想すぎる。そこをキスで黙らせんだよ。いや、キスしても指先だけは動くよな。キスで黙らしてる最中にスマートフォンクリックするわ、それ。お前だけなら自業自得だけど、周囲までの被害はさすがにな。いや、だって、俺だってしてほしくてやってるわけじゃないんだよ。そう。俺は、被害を最小限で済ます方法っていうのを、ね、自分なりに考えて行動に移してるからね。でも、やっぱり溢れちゃうんだよ。なんか大変だね。そうだよ、ユリアと関わってる以上、女配信者と絡めない。絡むと女配信者に迷惑がかかるから。いや、そうなのよ。困っちゃうよね。一緒に海外旅行行って置いてくれば。じゃあずっと独身でいろ？いや別に独身でいるのはいいけど。でもあれだよね。なんかさ、次捕まったらさすがにマジで出てこれないんじゃない？なんか2回ぐらいすぐ出てきちゃったけど、次マジで捕まるようなことしちゃったら真面目に出てこれないんじゃないの？次5年ぐらい行くんじゃないの？何するかによるんじゃない？いやだからね、1回目っていうか2回目か。そう、2回目3回目がストーカー案件でね、4回目もストーカー案件ってなってくると反省してないってことになるんじゃないの？殺人でさえ5年とか出てくる国だよ。じゃあもう無理だね。捕まる内容による過去と同一の相手なら長い、相手が違うなら短い。ああなるほどね。あーそうなんだ。いや俺も正直ね、これ以上どうしていいか分かんないよ。受け入れすぎちゃったら、ね、恋愛感情が溢れて爆発しちゃうんでしょ。でも拒絶して話したら、それはそれで暴走おこモードになっちゃうわけでしょ。マジで無理ゲーじゃない？そんなの。どうすりゃいいんだよっていう。リスナーとして扱うしかない。リスナーとして扱ってんじゃんね。そこをうまくやるんよ。いや、俺はうまくやってるつもり。で、被害出てないじゃん。ね、今んところ。ね、なんか、リプライが来たとか、そんなの被害に入んないから、正直。なんかもう被害のうちに入ってない。DM が来たとか、リプライが来たとか。しょうがねえよ。配信者やってて、SNS 使ってたら、ね、ユリア以外にも変なやつなんていくらでもいるんだから。だからそこまで行ったら、もう警察案件として動いてるわけでしょ。それはなんか元カノさんにもね、迷惑かけてしまったけど。ね、でもさ、俺が迷惑かけてしまったっていうのもおかしいんだよ。なんで全部俺のせいになってんのって話。だからそこってさ、彼女の思考の行動じゃん。なんで彼女が責められないで、俺が責められないといけないのか、マジでわかんない。そう。でもしかもさ、こっちから絡めに行ってるわけでもねえのに。お前の対応がおかしいから。いや、俺からしたら、お前のコメントの方がおかしいんだよ。お前の手言うがおかしいからとか言ってるけど。ね、どうやったって無理なんだもん、普通に。だってネタにしてるじゃん、君。いや、それ配信上で関わってくるから、ね、じゃあそれに対して、ね、ネタにしてるって言われるんだったら、もう配信しないっていう選択しかないじゃん。ね、相手にしてるとか言って。もう来ない人間引っ張り出してるわけじゃないんだよ、こっちは。スルーだって何回も言ってるやん。いや、だから、スルーなんて、してんの、もう。スルーして大変なことになってんの。知らないと思うけども。スルーしたり、無視したり、ね、距離取ったりとかして大変なことになってんの、もう一体。ね、放送できなくなって、自分の家から避難しないといけなくなってんの、こっちは。今が一番いい距離だと思うけどな。俺もそう思ってる。接近禁止はなんで解いたの？いや、もうさ、何回も言ってるけど、接近禁止もね、解いたわけじゃないのよ。期限が切れたの。で、もう一回結び直すっつったら、一からまたやんないといけないのね。めんどくさいじゃん。手間じゃん。
で結局接近禁止全く意味ないの。そう、接近禁止を超えてこない範疇を分かってるから超えてこないのよ。結び直す意味がないの。だって家のインターホン鳴らしても接近禁止で反応しないんだもん。マジで意味ないの接近禁止。全くもってなんかそれあれば勝ちみたいな感じで思ってるけども、全然ノーマルカード接近禁止なんて正直全然いいカードじゃないよあんなの。俺からやしてもらうと、そう、どうにかできてないのが警察がしてるだろう。なんか警察が取り扱いたい範疇で動かれるからずっと困ってたんだよ。魔王がどんな対応しても外野がうるさいわ。そう、なんかもうね、どっちかというとなんかユリアちゃんよりも俺はなんかリスナーの方が困ってる正直。鬱陶しい、うん、無理な変身者に危害が加えられてどうするでみたいなやつの方が本当に邪魔。俺から言わしてもらうと、俺はなんかこれで自分の範疇に抑えてるつもりだし、被害も最小限にさせてるつもりだよ。そう、それでも文句言われるんだったら、もうなんか文句言うやつの方が俺は邪魔。殺害報復とか ブナのこと何も考えてないんだね。ああ、もうじゃあそれでいいよ。そう、君と分かり合えない正直ね。正直君と話しても分かり合えないし、もういい、諦めた。マジ気分悪いわ、だる。なんそんな言われないといけないの俺が。なんで俺が言われないといけないか分かんないわ。だるすぎ、マジで。明日誕生日だっていうのに、こんな風に言われんだね。正直うざいわ。なんか報われないね。10年間も配信してきてこんな感じなんだね。ああ、じゃあやめよっかな、今日放送。気分悪いもん、マジで。こんなん相手にしたくないもん、俺。はぁ、だる。お腹空いてるし。話そうよ。やだよ、マジで。ほんと気分悪いもん。